はい。えー、はじめまして、えー、PMDA 新薬大、審査第二部の松本と申します。えー、本日このような貴重な機会をいただきまして、えー、大変光栄に存じております。えー、と、私、あの、ICHS6 ガイドライン、ただいま、あ私の前の、お、プレゼンターに、えー、が話されました、ドクター・コーの、お、ICHS6 ガイドライン、これの Q&A ということで担当させていただきます。 えっと、この ICSS6 ガイドラインなんですけども、えー、最初にちょっと成り立ちというものをお話しさせていただきますと、この S6 ガイドラインはあ、他のガイドラインと違いまして、パート1とパート2とこ2つのパートに分かれております。ちょっと非常にかた、あの、変わった形をしております。で、これがなぜ、えー、このような変わった形になっておりますかと言いますと、 この S6 ガイドラインというのは、一番最初のオリジナルの版がですね、1997年に発表されております。そして、その後ですね、2006年頃ですね、これを改定しようということになりました。それが、その時には、これを全面改定しようということだったそうなんですけども、どうもですね、改定はするものの、それほど改定の部分は大きくないということで、全面ではなくて、アデンダム、ホイ、 という形で対応するのがいいんじゃないかということになりました。それで、えー、2000、実際に2007年頃から、えー、その、あれですね、改定の動きが始まりまして、えー、で、その改定が終わったのが2011年ということになりました。ですけれども、し上がってみますと、アデンダムというにはあまりにも厚い内容、多い内容だということで、えー、パート2という形で、えー、改められたということになります。 それで、そのパート1とパート2というのを平気というちょっと変わった形になりまして、それで問題なのはパート1とパート2で相互に少し矛盾する内容が出てきちゃってるんですね。ですけれども、そこの部分に関しましては、パート2の最初の方に相互に矛盾する内容に関しては、パート2を優先してみてくださいというような形になっております。で、私自身なんですけれども、このパート2、あの、リビジョン、改定の 動きに、の最初からは参考しなかったんですけれども、え、PMDA に入社しました、少し後になって、2009年頃から約2年間、あの EWG メンバー、エキスパートワーキンググループメンバーとして、議論に参加しまして、2011年の発出を見たという形になります。ということで、私がこれから話します内容と言いますのは、当時の約10年前になりますけれども、EWG メンバーとしての議論の経験と、それからその後の PMDA での 審査の経験を踏まえた話ということになります。それで、えー、ここのセッションはですね、ICS6 の Q&A というふうに名前は付いてるんですけれども、えー、午前中にありました、私の PMDA の同じ、PMDA の平林の話にも、やはり S9 の Q&A という話がありましたけれども、そことの違いといますのは、S9 の方は、 Q&A という形で、正式にガイドラインが発出されてる、発表されています。ですけれども、ここの S6 っていうのは Q&A というふうには名を打ってはおりますけれども、Q&A というような内容での発表はございません。ということなので、これからお話しします内容といいますのは、特に真新しい内容はないと。 前のプレゼンターのドクターコーンが話されたことをちょっと違う角度から見たりとか、あるいはちょっと処方的な内容を加えたりというような、率直に言いますとそういったことになります。ということで、まず最初にですね、あの、もしここの段階で何かあの質問があるということが、いう方がおられましたら、あの、お聞きしたいと思います。 ますのは、あの、このまま話しますと、100分間の時間をいただいてはいるんですけども、かなり、あの、それより前の段階で終わってしまう可能性がありますので、えー、ちょっともしここで質問があれば、えー、ちょっときっかけを作って、唇を切っていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。何でもいいんですが、よろしいですかね。それでは、えー、っと、 えっと、まず、あの、ディスクレーマー、面積事項なんですけれども、あの、私自身は全く、ええ、韓国語は喋れないんですけれども、最近では、あの、Google 翻訳という便利なものが出てきていまして、あの、一つのスライドに一枚ずつ韓国語を無理して、え、含めておりますので、まずそこをパッと見ていただければ、これが何を言っているのかということは、早くできるんじゃないかと思いますが、ここで言いたいことと言いますのは、あの、これから話すことと言いますのは、PMDA の公式見解ではありませんで、あくまで私個人の見解に過ぎないということになります。 それで、えー、じゃあ実際内容に進みたいと思いますけれども、えっ、ー、と、午前中に S9、ICH の S9 の話を聞きました。そして午後、えー、S2 の話を聞きました。まあ、これでもかなり皆さんの頭は、まあ、で、これから、 S9, S6 の話をいたすということで、もうすでに、えー、もう頭の中いっぱいになられている可能性があると思います。で、しかも、この ICH のガ,ガイドライン、えー、セーフティーのガイドラインというのはこれだけじゃなくて、もっともう10種類以上ぐらいありまして、で、それ、あの、各々がですね、単独に存在しているというのではなくて、相互にいろんな局面で、えー、組み合わせて理解するということになります。ということの、ですので、もうかなり、 え、戸惑っておられるんじゃないかと思うんですけれども、一つここで私がまあこれを混乱しないで理解するための方法として提案していますのは、これらその十種類、もう少しありますガイドラインを三つに分類してもらうと。えっ、ー、と、まず X、ここにモレキュールとありますけれども、これは医薬品の種類による分類です。 で、多くはその分子量による分類ができると思いますけれども、分子量ではなくて、インディケーション、対応疾患で、対処疾患で分類する方法もあると思います。で、2番目は、えー、毒性試験の種類で分類する方法。で、これが Y 軸ということになります。そして、3つ目、最後、えー、これが、えー、臨床開発に照らしたタイミングと。 臨床開発との兼ね合いでのタイミングということになります。これが Z 軸ということになります。で、例えばですね、えー、午前中の、この、えー、あ、午前中ではないです。あの、午後すぐ来ました S2 ガイドラインですけども、これは遺伝毒性ガイドラインですので、この Y 軸に存在するということになります。で、それに対しまして、午前中の S9 ガイドライン、これは、特定の抗がん剤ということですね、特定のインディケーションに対する、 ガイドラインということですので、Y 軸。それから、これからお話します、えー、バイオ医薬品のガイドライン。これも、えー、特定の種類のガイドラインということで、同じく S ラインと同様に、X 軸に存在するということで、まあ、これら、あといくつか重数である S に関する、s に関するガイドラインを3つに分けた上で、それらの組み合わせとして理解すると、非常に、あの、パッと、相互関係が分かるんじゃないかというのが、私の提案でございます。 それで、えー、もうすでに、えー、いくつか話になりましたけど、バイオ医薬品と言いますのは、あのー、化学合成医薬品、ま、あるいはそのスモールモレキュルというふうによく言いますけど、それに比べると非常に大きいと。で、分子量で言いますと、えー、化学合成医薬品がこれが100ダルトンに過ぎないのに対しまして、しばしば10キロダルトン以上になると。で、魚に耐えますと、例えますと、えー、クジラと、あるですね、ツナ、えー、まあ、 ま、グロだったか、えっ、ー、と、それとのぐらいの開きがあるということになります。で、多くは、えー、スモールモレキュロの場合には、化学合成で、えー、合成されるのに対しまして、こちらの方は細胞からの、あれですね、えー、製造ということが、えー、多くなります。で、投与経路も、えー、化学合成医薬品の場合には、ま、経口投与であること、あ向、傾であることが多いのに対して、こちらは、ええー、傾内投与でのお注射剤ということが大きい。 ことが特徴だと思います。で次にこれも、すでに、ドクター・コーのが、前のプレゼンで発表されましたけれども、えっと、これは ICHX の範囲ですね。それを説明したんですけれども、すべてのバイオ薬品、もしくはバイオ関連薬品が、この s x ガイドラインの対象になるわけでございませんで、対象になりますというのは、タンパク、あるいはペプチド、あるいは抗体、こういったものが、 えば、ー、あの、完全に当てはまるということになります。で、それに対しまして、えー、ドクターコンボ説明しましたより、ええー、と、遺伝子治療、遺伝子治療とか、あるいは、えっ、ー、と、細胞製品、あるいは抗成物質、ビタミン、ヘパリン、あるいは、伝統的なワクチン、こういったものは含まない。このバク、バツというのは、これ日本でいう、あれですね、当てはまなんてい,という,ふうになります。 これ、あの、アメリカとか、ええー、ヨーロッパに行きますと、当てはまると、逆の意味になるんですけど、日本では、当てはまらんい,という意味になります。で、この三角というふうにありますのは、その中間にある位置づけで、ペプチドミニックですとか、核、え、酸、ー、医薬、これに関しましては、えー、完全には当てはまらないんですけれども、ええー、その考え方が、あるいは原則が一部、えー、適用できるかもしれないというような、非常にブロードな、 ま、微妙な位置づけとなっております。で、次に行きまして、えと、ー、これはですね、私、PMDA の、毒性担当としての審査経験から言えるんですけども、あの、CTD のページ数と、それから医薬品の分子量には、まあ、面白いような逆相関関係があるということがあります。言えると思います。 あの、化学合成薬品、スモールモルキュールの CTD、まあ、CTD の266とか267、あるいは CTD の4、このページ数はものすごい厚い。上にも太陽が輝いているぐらいもう、あの、皆さんもう盛んな状態だと。それに対しまして、バイオ医薬になってきますと、これは、あの、分子量で10の3乗から10の5乗というところですけども、だん,だん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 ページ数が少なくなっていくと。で、ワクチン、これはあの、S6、えー、ガイドラインの対象ではないんですけれども、参考までに非常にもう、ページ数が少ないと。 いうことで、もう、寂しい状態で、まあ、上に袋が泣いているような、そういうような状況になっています。まあ、あの、ワクチンの毒性担当では非常に暇な状態だということが言えると思います。それで、えー、それはなぜなのか、ということを <laughs> 説明したのが、このスライドでございまして、なぜ、その、バイオ医薬品の毒性担当、毒性担当、 PMDA の毒性担当ってのは暇なのか逆に言えば、化学合成医薬品の毒性担当、PMDA の毒性担当というのは忙しいのかといったことを説明したのがこのスライドでございまして、普通の,いやあの化学合成医薬品ですね。これと言いますのは、オンターゲット毒性。これは直線の薬庫のターゲット以外に良くしない働き、オフターゲットと言いますけれども、そこの部分を多く含むと。 でむしろ、ここの部分がメインの毒性になるというのが、これがスモールモレキュールの特徴でございます。それに対しまして、えー、バイオ医薬品の場合には、ここのオフターゲットの部分がないと。で、ないと、全くないわけではないんですけども、非常に少ないというのが特徴で、えー、その代わり、オンターゲット毒性というのが中心になるということで、えー、オンターゲット毒性がないということが、どうも、あれですね、バイオ医薬品の毒性担当があまり忙しくないということの、 え、理由になっているというふうに推測されます。で、実際に、バイオ医薬品の、臨床での副作用がそれほど報告されているのかといえば、科学、あの、スモールモレキュールほどではないということも言えると思います。で、それは、実際にオフターゲット毒性が、バイオ医薬品で少ないのはなぜなのかといったことを考えていますと、一つは、単純に、その、バイオ医薬品といいますのが、えー、そもそも、あの、目的地とする、 え、標的にうまくデザインされていたと。それ以外の部分に働かないようにデザインされ、うまくデザインされていたんだということが最大の理由だと思います。で、それ以外にの理由としまして、え、バイオ薬品の場合には毒性を懸念するような代謝物っていうのはあまりないということが言えると思います。つまりどういうことかと言いますと、スモールモレキュルの場合には、 こういったような親化合物から出てきた代謝物。これはしばしばシップエンザイム。これからの働きにより出てくるんですけども、これが良くしない毒性を持つ。これがオフターゲット毒性の一部となると。それに対しまして、ドクターコーンも言われてましたけども、ワイオ薬品と言いますのは、この代謝物はあるんですけども、これは単にプロテアーゼの働きによるデグラデーション、分解産物に過ぎないと。で、こういったものが毒性を持つとは思いにくいと。 こういったことが、もう一つ、えぇ、ー、オフタゲット毒性がバイオ医薬品で少ないということの理由になっていると思います。で、次にですね、これまた前のエンジャーも話されてましたけど、バイオ医薬品で毒性試験をしましても、しばしばそれに、えー、のバイオ医薬品というのは非常に高分子であるために、それに対する抗体がで出てきてしまうと。 え、ADA、アンチドラッグアンティボディというふうにってます呼んでますけども、それがしばしば賛成されてしまうと。そうなってしまいますと、えー、バイオ薬品そのものの全身曝露量というのが下がってしまうということがありますし、その結果、あ,あの、反復投与毒性試験を例にとみましても、えー、長期の試験を続けたくても続けて、続けられなくなってしまうと。 え、一ヶ月の試験を続けたいの、三ヶ月の試験を続けたいのに、それが一ヶ月にとどまってしまう。あるいは一ヶ月続けたいのに、一週間でとどまってしまうというようなことがあるということも、その PMDA のバイオ医薬品の毒性担当はあまり忙しくないということの理由だと思います。で、この右側のワクチンですね。これはちょっとあの、参考までに書いたんですけれども、先ほど言いましたように、えー、まぁ S6 外来の対象ではないということで、まあここではちょっと忘れていただくと、無視していただくようにお願いいただきたいと思います。 では、あの、バイオ薬品でオフターゲット毒性を全く懸念しなくていいのかと、心配しなくていいのかということになりますと、そうではありませんで、前のドクター、エンジャーのドクターコも言われましたとおり、このバイオコンジェルゲートというものがございます。これはどういうものかと言いますと、えー、抗体にリンカーで持ってペイロード、えっ、ー、と、スモールモレキューに該当するようなものを、 え、結合したというような製,、えー、製品になります。こうなりますと、えー、この抗体部分の毒性だけではなくて、このペイロードですね、化学語、えー、スモルモレクルの毒性も心配しなくてはならない。こうなってきますと、こういったものは、えー、普通のスモルモレクルと同様にオフターゲット毒性を用いるということで、こういったバイオコンジュゲート、あるいは ADC、アンチボディドラッグコンジュゲートと言いますけれども、こういったものに関しては、えー、バイオ薬品でありながら、 えー、実際には、えー、スモールモレキュルと同等にああの安全性を預かわなきゃいけなくなるということになると思います。では、あの、このバイオコンジュでなければ、あの、バイオ薬品ではあの、安全性を気にしなくていいのかという,いうふうなあ疑問が出てくると思うんですけども、答えはノーでございまして、えー、バイオコンジュがないようなバイオ薬品でも、 非常に、あの、あれですね、深刻な副作用を起こしたことがあるということがございます。で、これがもうすでに、前の一えっ、ー、と、2人ぐらいの演者によって説明されました、2006年の TGN1412 事件というものでございまして、皆さんよくご存知かと思いますけれども、これは、えー、CD25 体、28抗体のスー,パースーパーアゴニストというものでございまして、 これはオフターゲット毒性とは解釈しづらくて、オンターゲット毒性の延長だというふうに解釈するのが一番自然だと思うんですけども、この CD28 に非常に強く作用したために、非常にサイトカインストームを起こしたりですとか、多臓器不全を起こしたということで、このように6人の FIH 投与で FH の f i えと、第一層の投与されました正常、 生児におきまして、この指の先がですね、黒焦げになって取れてしまうというような非常に重篤な副作用を起こしたということがあります。で、こういうような、えことから、またあれですね、あの、紹介投与論に関しまして、従前の、従来の方法とは違う考え方を適用という、え動きもございました。それが2006年頃でございます。これについてはまた後ほどご説明したいと思います。 それで、えー、一番冒頭に、このセーフティー、ICH のセーフティガイドライン、これを3つに分類すると。で、S6 ガイドライン、S9 ガイドラインというのは、この X 軸に置くと、えー、この X 軸に配置すると理解しやすいんじゃないかと言いましたけども、えー、この2つをですね、同時に X 軸に配,、えー、配置しますと、こういうことになります。 で、先ほどの S9 の午前中の、この平林の、えっ、ー、と、え、あれですね、平林、それからドクター・キムの説明にもありましたとおり、S9 っていうのはもともとはスモールモレキューを、えっ、ーえー、と、想定して作られたガイドなんですけれども、バイオ薬品も特に排除するものではないということで、このように S6 と S9 を一緒に置きますと、このオーバーラッピング、あの、エリア、この重複する部分が出てくるということで、この、 あれですね、バイオ医薬品であり、かつ抗がん剤である。そういったような製品に関しては、このオーバー、あの、あれですね、規制上は、このオーバーラッピングエリア、重複部分で考えるということになります。で、以上が、この X 軸の話でございます。ここまでもし何かありましたら、えー、質問を受け付けますが、よろし、いかがですか よろしいですか <laughs> えっと、それではですね、次に Y 軸の方の話に行きまして、これは、ここにありますように、まあ、独占試験というのは非常に種類が多くありもございまして、で、それに対応する ICH の S ガイドラインというのもすでに、えー、存在しております。で、それをですね、この Y 軸に配置すると、どうなりますかというと、こうなります。で、番号の若い順に、えー、 y 軸に配置していきますと、まず ICH の S1 ガイドラインというのがありまして、これは、元元性のガイドラインでございます。で、次に、先業前のドクター、えーじゃあ、えっと、あ、ちょっと待ってください。あの、えー、っと、前の演者が話されました S2 ですね。遺伝毒性のガイドラインがございます。次に、特、え、殊、ー、トシコキネティクスのガイドラインがございます。これが S3。 そして S4 のガイドライン、これが一般毒性ガイドラインでございまして、単回毒性ガイドライン、そして反復投与毒性ガイドライン、反復投与毒性試験に対するガイドラインでございます。で、次が S5 ガイドラインで、これが生殖発生毒性に対するガイドラインで、現在これが2回目の改定をしているところでございます。そして S6 と言いたいところなんですけど、S6 は特定の毒性試験の種類ではなくて、 え、医薬品の種類を扱ったので、これは Y 軸ではなくて X 軸で理解するといったことは、先ほど説明した通りです。で、ここ次に Y 軸, y 軸に来ますのは S7 でございまして、これは安全性アプリのガイドラインになります。で、S8。これが免疫毒性ガイドラインでございます。で、あ、すいません。あれ。で、非常にたくさんあるということになります。で、これらの えー、それぞれの S1, S2, S3, S4 から S8 までのガイドラインというのはもともとはスモールモレキュールを想定したガイドラインでありますけれども、いずれもバイオ薬品を排除しないと、バイオ薬品をも対象にしたガイドラインとなるということが特徴でございます。ということで、えー、じゃあこの X 軸と Y 軸を組み合わせたらどうなのか。 いうことを説明したのがあ、このスライドでございます。まず、S4 というのが、えー、一般独性ガイドラインとしてありましたけれども、ここに、ちょっとワクチンのガイドラインは、ちょっと忘あの日本のガイドラインでも忘れていただきたいんですけれども、S6 のガイドラインが加わりますと、えー、このように、えー、オーバーラあの、重複分が出てきます。それで、スモールモレキュールっていうのは先ほど言いました通り、特にスモールモレキュールの お、えー、を想定した X 軸のガイドラインな、ないんですけども、Y 軸のガイドラインというのはすべて、元々スモールモレキュルを対象にしたというふうに説明したとおり、えー、あの、それがそのままスモールモレキュル用のガイド,なガイドラインとなります。それに対しまして、えー、バイオ薬品のガイドラインと言い,いますのは、この赤い部分ですね、えー、S6 と S4 の交点の部分で説明されることになります。でそれ以外に、えー、それで、それだけで、 S6 の一般毒性が説明されるかと言いましたらそうではなくて、細かい試験デザインやなんかは、えー、元々の S4 を賛成する分も、参照すべく分もあるということから、このように2つのガイドラインをの組み合わせで理解するということで、このバイオ薬に関しましては、スモールメキュリと違いまして、2階建ての作りとなっているのがわかるとなります。このように理解するとわかりやすいと思います。 え、ちょっと複雑、えー、図が複雑で恐縮だったんですけども、えーご前、ごあの、先ほどのドクター・コーの説明もありました通り、ガイドライン、S6 ガイドラインには公開とあります。バイオ医薬品のガイド、えっ、ー、と、試験、毒性試験と言いますのも、基本的には GLP 化で、その、あの、行うようにというふうに書いてあります。じゃ GLP というのはどういうものかっていうのは、もう皆さんご存知の方とも、多いと思うんですけども、じゃ私も2年前まで同じ PMDA に GLP を調査すると、 信頼性保障部門というのがございまして、3年間 GLP 調査員というのをやっておりました。ということで、ある程度こう、現場のことが見てきているつもりなんでございますけれども、GLP って言いますのは、えー、非臨床安全試験の信頼性を担保するために作成された。1989年にたさん担保されたと。で、バイオ医薬品も含めまして、す、え、べ、ー、ての、お別に医薬品の、えー、非臨床安全試験というのは、 え、承認申請に当たりまして、基本的には GLP に適合された状態で、準拠された状態でなされていることが必要だと、えー、ガイドラインが書かれています。で、これを日本ではですけども、評価資料というふうに呼んでいます。エバリエーションデータというふうに呼んでいます。では、それ、あの、えー、承認申請に当たりまして、GLP に準拠してなかったらそれはどうなのかということになりますと、それは、日本ではですけども、それは、 レファレンスデータ、参考データということになります。じゃあ参考データっていうのを、あの、承認、審査に使えないかということになりますと、確かに評価データよりは位置づけは落ちます。ですけれども、いろんな状況に考えまして、えー、まあ、ケースバイケースでこれも文字通り参考にするという、総合的な判断の、えー、材料にするということは行われております。 ですけども、繰り返しますけども、原則としては、えー、バイオ医薬品といえども、GLP に準,、えー、準拠している必要があると。ただしですね、あの S6 ガイドラインには、こうも書いてあります。バイオ医薬品っていうのは、しばしば、えー、病態モデル動物。これは、あのー、あれですね、有効性も、有効性の試験、えー、とも兼ね、有効試験を目的として行える試験なんですけども、 その病態モデル動物におきまして、えー、安全性も含めて評価することがあるよと。そういったものは、あの、GLP には準拠できない場合もあるというふうに書かれています。そういう場合には、えー、ガイドラインには、なぜ、あの、それが準拠できなかったのかと。それと、えー、じゃあ準拠できなかった結果、えー、その、あれですね、全体、えー、その、 そのと、その品目の非臨床安全試験評価に及ぼす、全体に及ぼす影響についても、ちゃんと説明するようにと、最終報告制の中で説明するようにというような説明書きがあります。で、GLP ですけども、特に、あ、すいません。えっ、ーえー、と、特にバイオフ薬に限った話ではないんですけども、あの、特に CRO の方にとってはもう本当に釈迦に説法で、 あの、ごく処方的な内容になって、今日も、あの、恐縮なんですけれども、ええー、目に見える事項と、それから目に見えない事項と、二つございます。まあ、目に見える事項と言いますのは、あの、施設が、あの、正常に、ええー、運営されているのかということです。それから、目に見えない事項と言いますのは、えっ、ー、と、人の、あれですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、例えば、スタッフの運営がうまく行われているのかとか、あるいは、試験そのものが、 えっと、試験計画通りに行われているのかと。そういったことを含んでます。あるーは QAU がしっかり機能しているのかと。そういったようなことが含まれます。こういったことを S6 ガインドでもしっかりやってくれというふうに書いております。書かれております。えー、それで、バイオ薬品の場合には、えー、スモールメルキューと違いまして求められる、えー、あの、毒性試験の量というのが全体として少ないと。 ということを申し上げたんですけれども、動物種選択、アニマルスピーシーズセレクションについてもそれが当たります。どういうことかと言いますと、スモールメルキュール、化学合成薬品では、えー、ご存知の通り、二、えー、種、一般独性試験におきましては、2種の動物が求められます。月種類、一種、非月種類、そして、えー、なるべく非月種類としては、うさぎを除く、この2種が求められます。ですけれども、 ICHS6 ガイドラインには、基本は一種なんですけども、正当性がうまく説明されるんであれば、医師も認められるというような説明書がございます。じゃあどういった場合に正当性が認められるのかといったことになりますと、えそれはですね、まず一つは、あの、前のドクターコーが話されました通り、えその反応性のない動物っていうのがあります。 これは使っても、オンターゲット毒性は評価できないということで除かれると。こういう場合には、反応性のあるレレバントな動物が一種しかいないという場合には、当然、それは一種でも認められるということになります。もう一つ、ガイドラインに書かれておりますのは、まず短期で、例えば 1, 1ヶ月で、2種を使った毒性試験をしてみると。そこで、毒性のプロパティが、この月種類と非月種類で同じであれば、もうあと残りは、 え、一種でいいんだと。毒性プロパティを3期の、え、試験で確認できれば、長期の試験はもう一種でいいんだ、というようなことが書かれています。ということで、全体としては、スモールメルキュリオはディスカウントされたような表記となっております。じゃあなんでそもそも、あの、バイオ薬品では、レレマント動物、あの、適切動物種、反応性のある動物を、え、使わなきゃいけないのか。 言ったことを、ま、改めて説明した方がこの図でございましても、本当に、これ皆さんにとってはもう初歩的な内容になってしまうかもしれないんですけども、スモールモレキュールでは、オンターゲット毒性以外にオフターゲット毒性も存在すると言いました。で、むしろこの赤い部分がですね、赤い点の部分が、え、メインとなります。主なったものとなります。従いまして、え、スモールモレキュールでは、あえてこの反応性のある動物っていうのを、特に調べなくても、 それはオフターゲット動物、えー、毒性を評価するにはもう十分であるということで、えー、まあ、スモールメルクの場合には、あえて反応性といったことを求めずに、えー、その、月種類、日種類、に、えー、月種類、種類を持てます。それに対しまして、えー、バイオ薬品の場合には全体はちとして毒性が少ないんですけども、それはオンターゲット毒性に限られると。で、これすらも評価できない。これは反応性のない動物になってしまうと、それはもう本当に、えー、ほとんど意味をなさないと。 えふお二人と毒性が全くないというわけではないんですけども、ほとんど意味をなさない毒性試験になってしまうと。で、例えで言うならば、このビー玉をですね、ガラスの玉をガラスビーカーに入れた時にはもう本当にカラーンとどこもかすらないような、そういう状態になってしまうと。そういうような毒性試験となってしまうということで、えー、バイオ医薬品では、えー、レレロバント動物、適切動物を求めているというような理解になります。このように理解していただく、このビーカーの えー、ガラス玉をビーカーに入れていただくというような例えで、えー、理解していただくと、わか、あの、いいんじゃないかなと思います。じゃあその、一般的に用いられる、う普通の薬品で用いられるのは、ゲッ類としましてはマウス、ラット、そして髭ゲシとしては犬、こういったものが用いられるんですけれども、マウス、ラットもしくは犬、これがいずれも、お適切動物でない。 反応性の、バイオ薬に対して反応性ある、のある動物でなかったら、じゃあどうするかと。いった場合に出てくるのがこの猿でございまして、この場合には、えっと、正常動物を使ったものとしては、猿が最後の手段と、いわば最後の手段と、え、いうことになります。で、ですけれども、猿と言いますのも、利点と欠点というのがあります。 まあ、利点と言いますのは当然のことながら、えー、系統、樹上サ猿というのは人と違うということ、あ近いということから、猿で得られました非認証安全性データっていうのは、えーど、人に外相しやすいということがあります。ですけれども、おあの、あれですね、欠点としましては、まあ、あの、倫理的な問題があると。特にヨ、ヨーロッパでは、あの、非常に抵抗感が強いということがあります。それから、猿の試験っていうのは、毒性試験というのは非常に高いと。 いうことがあると思います。生殖発生独占という、で、例を取りますと、日本円で2億円とか3億円。こちらのウォンで言いますと、20本とか30本とか、そういった費用がかかると。まあ、人の障害年収と同じぐらいの、え費用になってしまうということがあると思います。ということで、あの、我々、レギューラーエーターの、 わた、我々としてもあまり気軽にはやってくださいよということは言えないということがあります。では、あの、正常動物では用いらなかったらどうなのかといったことになるんですけれども、そういう場合には、ガイドライン、S6 ガイドラインには代替法を用いてくれるというふうに書いています。代替法というのはどういうことかと言いますと、大きく負けまして、二通りの方法があります。一つは、ホモロガスプロテイン、創造性のあるタンパクを使いと。で、これがクリニカルキャンデット、えっ、ー、と、 臨床広報品ですけども、これが動物の配列とあまりに違う場合には、当然動物では反応性がしなくなると。この動物はレレバントな動物ではなくなるということになるんですけども、ここで反応させるためにあえて、動物と同じ配列を持つタンパクを作りまして、これを投与するというのが一つの方法です。で、もう一つは GM 動物ですね。 遺伝子改変動物を用いる方法で、これに関しましては、さらにトランスジェニック動物を用いる方法。例えば、えぇ、ー、人化しました重要体を発現させた動物。あるいは逆に、えー、ロスオブファンクションでもって、あの、あれですね、えっ、ー、と、抗体の接にをましては、ノックアウト、マウスを使うという方法も一つの方法だと思います。ですけれども、あこういった大体変という、 代替法あるいは代,代替法にも欠点というのがございまして、何と言いましてもそれは、これは臨床候補品、クリニカクガンキャンディテートとは、この例えばホモガラスプロテインを用いた場合には違った産物を用いているということが挙げられると思います。これは一般的な毒性リスク評価の式なんですけれども、リスクイコールハザードかけるエクスポージャー。これが一般的な公式ですけれども、 えっと、正常な動物を用いた場合には、このリスクというのが、ハザードかけるエキスポージャーで、正常に理解されるわけなんですけれども、いかんせん、これが、えー、あの、このホモルガスプロインテインというのが、臨床法とは違うということになりますから、ここで評価できるのはハザードだけだということになります。で、私があの、えっ、ー、と、この ICH の EWG メンバーとして、え議論されているとに思い出しますのは、この代替表というのを、 あの、ヨーロッパですね。ヨーロッパのメンバーが非常に推薦したと。なぜかと言いますと、ヨーロッパでは、あの、猿を使うことに非常に抵抗があるということで、この代替品を非常に押して、今の記述よりはもっと積極的な記載となっておりました。ですけれども、それに対しまして、えー、米国と、まあ、我々日本が、まあ、ちょっと代替法って,ってもなかなか欠点が大きいんじゃないかということで、むしろちょっと猿を使った方法っていうのもあり得るということで、 最終的にはもうちょっと慎重な記載と、控えめの記載というふうに、現在ではなっております。で、この S6 ガイドラインに入ってあります、この動物選択を決定時に従って考えてみたいと思います。まずですね、NHP と言いますのはこの猿のことです。ノンヒューマンプラメント。 ですけども、猿以外の動物が適切反応性がある、あった場合、これがイエスの場合には、まず、こういったラットとか犬を使ってくださいと。これが第一選択でございます。次に、その上で、猿、えっと、それがノだった場合に、猿が反応性があるということであれば、次に猿を使ってくださいと。 これが第二選択でございます。で、ルも普通のこの犬、ラットも何も反応しない場合に初めて今言いました、えー、代替法を使ってくださいと。ホモロ、えー、ガスプロテインですとか TG マウスですね。こういった選択をしてくださいと。で、これすらも使えないと。まあ、あの、経済的な理由もあるかと思います。 ですけども、あの、あるいは、ええー、作ろうとしたけども、作りあの、その企業、申請者が作れなかったという場合も、しばしばございました。そういう場合にどうするかといいますと、え、ガイドラインでは公開ております。えっ、ー、と、14日間の短期の試験をやってくれと。この試験っていうのは、オンターゲット毒性はもはや評価できませんけれども、バイオ医薬品としいえども、まあ、多少はオフターゲット毒性というのは否定できないかもしれないと。でも、臨床試験に、 え、進むに当たりまし、えと、当たりまして、全くそういったオフターゲット毒性、少しは残っているオフターゲット毒性すらも評価しないというのはよくよろしくないということで、え、ガイドラインではこの、 えー、すべての選択肢が取れない場合には、この単、2週間の短期独性試験、えっ、ー、と、オフターゲット独性を評価するための試験をしてくるということになります。ただし、この場合、オンターゲット独性というのは評価できないということになりますので、えー、添付文書レーバー、レーバレーバ、レーブリングですね、添付文書におきまして、えー、そういった、あの、正常にありうるべき、評価できなかったといったことを、ま、え、あ、ー、率直に書く必要が出てくるということになります。 で,で、ここに書きました通り、全体としまして、えー、この代替法よりは、猿を用いた方法。で、猿を用いた方法よりは、この一般的な動物を用いた方これがガイドラインにおいて、そのガイドラインにおいて、えー、と推奨されているといったことがわかると思います。で、次に、えー、先ほど、おイオ薬品におきましては、えー、動物種ですね、なんと正当性が示されれば一種でいいというふうにありましたけれども、 えー、このバイオコンジューゲートの場合には、原則としてこれは、えー、化学、あとスモールモレキューを含むということになりますから、これはですね、あの、化成品基準で原則としてやはり、二種動物を用いた試験をやってもらうということになると思います。ただし、この午前中の PMDA の平原氏にありましたとおり、これが抗がん剤に適用される場合には、えー、最近の Q&A では、えー、確か一種でもういいというような、 という記述があったと思います。ここの部分は先ほどの X 字抜くの、あの、重複部分、黒い重複部分があると思いますけれども、そこの部分で、Q、え Q&A で理解していただくということになります。なると思います。ただし、抗がん剤でない部分は、えこのように、えぇ、スモールモレキュー基準で、二種動物が一般毒性試験において求められるという理解になります。で、次に、この、投与期間 そして、投与回数についてですけれども、まあ、特に投与期間ですね。で、どうなっているかと言いますと、これに関しても、バイオ医薬品では、スモールモレキュールほど、し、えー、あの、厳しくは求められております。求められておりません。どうなっておりますかと言いますと、えー、承認申請にあたりまして、スモールモレキュールでは、月種類では6か最大6ヶ月。 そして、ヒゲ種類では最大9ヶ月の試験が求められておりますけれども、バイオ薬品の場合には、ゲ種類、ヒゲ種類、ヒ、ま、ゲ、あ、種類の場合といえども6ヶ月で十分だというふうになっております。で、次にえ、容量の段階、そしてノアエルの部分ですけれども、これはスモールモレキュールの場合には、えー、S4 ガイドラインに書いてあります。 ですけれども、基本的には3つの容量段階を作って設定してくださいとなっております。ですけれども、バイオ医薬品の場合には、それほどはっきりした、あの、その3段、三三つの容量段階を築いてくれというような記述はございません。あの、スモールモルキの場合には3容量段階で、しかも、ノアエルとロアエル、えっ、ー、と、ノアエルと言いますのは、毒性を発揮しない最大の容量。 逆にロアエルというのは毒性を発揮する最低の容量ですけれども、スモールモルキルの場合には、ノアエルとロアエルを含む3容量段階が必要となってますけれども、バイオ医薬品の場合には、必ずしもそういった、あ、あのー、明確な記載は S6 ガイドラインにはございません。じゃあ、ノアエルというのはどういうものかということを、えー、ここで考えてみたいと思います。で、ノアエルというのは、 絶対的な数値化ということになりますけれども、それに対する答えとしましては、ノーということになります。ノアエルと言いますのは、いくつかの情報を総合的に取られた、まあ、主観的、言い方悪いんですけども、主観的、あるいは総合的な数値というふうになります。での、えっ、ー、と、ここのエフェクティブドーズ、うーそして特ックドーズとありますけれども、大体この中間の値、 これが離れている場合が安全と考えられたんですけれども、この中間を取り出したものがしばしばノアイルということになりますけれども、いずれにしてもノアイルというのは絶対的に一つに定まるというものではなくて、いつかの情報を相互した上での主観的な値ということになります。それで、ノアイルでバイオ医薬品の毒性を考えていれば常に 安全かということになりますと、答えはノーということでございまして、ノアエルで FIH 要領、初回用、臨床回数要領を設定したけれども、重毒の事故が起こってしまったというのが先ほども、えー、繰り返し出てきます。この2006年の TGN1412 の事故でございます。で、この時には、えー、ノ o a ルを使った、えー、サルを使ったノアエルの値が出てきました。あの、で、これで、えー あれですね。臨床初回容量設定をしたんですけども、先ほど説明したような重篤な副作用事項を起こしてしまった。ということで、ノアエルよりももっと低い値で、えー、と何らかの値が見られる薬理学的な容量を、えー、こういった特殊なバイオ薬品においては初回容量設定のための材料にすべきなんじゃないか。具体的にはノアエルではなくてメーベルという値を、えー、あの、 基準にすべきなんじゃないかというような議論が2006年の副作用事項に、以降に始まったということでございます。これについてはまた改めて説明したいと思います。で次にですね、えー、最高容量設定について説明したいと思います。で最高容量設定で、これは、えー、スモールモレキュールの、えー えっと、グラフですけれども、これが一つ一つが毒性のエンドポイントということになります。で、ここがオンターゲット毒性というふうに理解していただいて、これがオフターゲット毒性というふうに理解していただきたいと思います。で、オンターゲット毒性っていうのはしばしば低い値から、えー、反応が認められると。それに対して、えー、あのス,スモールマルキューの場合にはオンターゲット毒性が多いんですけれども、それはしばしば高い容量で、えー、高いバックド量で始まるということになります。 従いまして、えー、このガイドラインでは、えー、S4 のガイドラインとかもあるいは M3 のガイドラインでは、最高容量設定、これは、えっと、承認申請に入っての最高容量設定に関しましては、臨床の爆露量の50倍の毒性試験が、えー、50倍の爆露量をえ確保した毒性申検がなされている必要があるというふうに規定しております。ですけれども、バイオ医薬品の場合には、 バイオ薬品の場合には、えーあの、何度も説明してきております通り、オンターゲット毒性っていうのが少なくて、なおかつ、えー、この残ったオフターゲット毒性試験っていうのは低い容量から始まって、しかも低い反応で、オフターゲット毒性よりは低い段階で、と、え、ど、ー、まるということになっています。 で、結果としまして、ガイドラインを書いてあります。で、臨床の最も高い爆露量、これの10倍程度の爆露量を確保した毒性試験であるか。もしくは、えー、そうでなくても、えー、この、あれですね、薬効がフォーアした状とマキシマムインテンディとファークマルクイク、えっ、ー、と、NP、 D, m キシマムファ p h a r m a c o l o d だったか MPD である。で、こあの、で、正当な理由がない限り、このじ臨床の10倍の曝露量か、もしくは、えー、この、薬効的に飽和した量、これのうちの高い量を、お、毒性試験の最高要領として選ぶ必要があると。で、もちろん、臨床試験開始時点では、臨床の曝露量っていうのは分かってませんので、ここで言ってるっていうのは、 承認申請にあたっての最高容量の条件ということになります。で、え、以上のように、スモールモロキュルとはこのような差があるということになります、最高容量に関してもこのような差があるということになります。で、次に、え、遺伝毒性でありますけれども、え、S6 ガイドラインにはこう書いてあります。つまり、え、先ほどの、えっ、ー、と、S2 の担当の、えー、エンジェル、 もう、説明されました通り、バイオ薬品では、しばし、あの、ほとんどの場合には、それは細胞膜を通過しませんので、遺伝毒性試験は必要ないというふうに書いてあります。ですけれども、えー、何らかの懸念がし、えー、ある場合にはその限りではないというふうに書いてあります。Unless there is a concern というふうに書いてあります。じゃあ、その、あの、懸念というのは実際何かということになりますと、こういうふうに理解できます。えー、理解できます。例えば、 このプロ、えっ、ー、と、バイオ薬品とこのペグですね。これを繋いだようなリンカー。ここに何らかの遺伝毒性の懸念があると言われる、えー、考えられる場合には遺伝毒性を行うことも考えてください。という理解になります。じゃあ、えっ、ー、と、次に、元元性はどうかということを説明したいと思います。で、元元性に関しては、 これはガイドラインの組み合わせとしましては、S6 の場合、S1 と S6、この2つの組み合わせで考えることになります。で、スモールモレキュルの場合には、もうこれは、もうあれですね、デフォルトとしまして、えー、申請に当たりまして、元元性を二種動物、つまりマウスとラットの2年間の試験でやってくれと。リクワイアというふうになっています。ですけれども、えー、バイオ薬品の場合には、S6 では、 え、特別の懸念がない限りには必要ないというふうに書かれております。じゃあどういう場合に懸念があるのかということになりますと、これは、こちらの場合にはですね、こういうふうに理解できます。つまり、バイオ医薬品が、成長因子、グロスファクターであるとか、あるいは味のモジュレーター、免疫収束剤、特に、 免疫をサプレスすると。免疫を抑制すると。免疫を抑制することで、通常、あの、癌細胞を抑いている免疫があ、それが下がってしまうと。それによって、癌、えー、が起きやすくなってしまう。そういうようなバ培養液菌があるんじゃないかと。そういう場合には、癌減性を、えー、してくれということになります。いずれにしましても、こういったものって言いますのは、えー、先ほど言いました遺伝毒性物質ではないと。 ですので、まあ、専門用語ではイニシエーターではないと。イニシエーターではない限り、えー、非遺伝毒性発ん物質、プロモーターという理解になります。つまり、プロモーターであることが MOA、メカニズムアクションから、プロモーターであることが、そのバイオ医薬品において、えー、想定される場合には、ん原性をすることも考えるというような記述になっております。で、ここの、 え、記述と言いますのは、え、パート2にありまして、非常にごちゃごちゃしました、分かりにくい記述になっております。で、これを、え、解読するっていうのは非常にシナの技だと思うんですけども、あの、これはま、PMDA として、え、かなり、ま、内部では、あの、固まったような、え、決定時なんですけども、こういうふうに、しますと、理解しやすいっていことで、決定時を示したいと思います。まず、どういうことかと言いますと、 この S6 に関われていますというのが、えー、このバイオ医薬品がその MOA、メカニズムアクションに照らしまして、えー、元元性あると懸念される場合、これは具体的な今言いました、えー、成長因子、もしくはイムのサプレッサー、つまりこういったプロモーターである場合には、 何を知ろうというふうに書かれているかと言いますと、元元性試験をしろと言ってるんではなくて、元元性試験はここにありますけれども、まず、通常の、慢性の毒性試験、まあ、長期の反復投与毒性試験ですね。多くは3ヶ月とか 6, 6ヶ月の試験。ここの中で、えー、全病変があるかどうかを見てくださいと。 いうふうな記述になっております。もしくは、そういったことでなくても、インビトロの何らかの、それを示唆するような、えー、データでもいい。いずれにしましても、この辺、あの、そういった長期の毒性式も含めて、えー、いろんな情報を書き集めてくださいと。ウェイトウエビデンスアプローチと。先ほども何、別のガイドラインで何回も出てきましたけれども、ウェイトウ t o ビデンスアプローチを適用してくれと。ここに書かれています。で、そしてその上で、 で、何らかの全癌病変が、例えば、長期の毒性試験で認められた場合、イエスの場合には、これはですね、え癌、ー、減性試験をやれと言いたいとこなんですけども、実際には必要ないと書かれてます。どういうことかと言いますと、これはもう全癌病変が長期の毒性試験で出てきたけども、それはもう MOA からもう十分予測できたんだと。いうことで、むしろそれはもう、 必要ないじゃないかと。じゃあ必要ない限り何を調べるかと言いますと、ここでは添付文書で、えー、その警告をしてくださいと。これはもう MOA から、えぇ、ー、元元性は予想されますと言ったことを書いてください。ということで、この元元性試験っていうのも従来はしばしばやってくださいという理解だったんですけども、この S1、S6 の書いてですね、パート2におきましては、これはもう非常に これも本当に、え20億ウォンですかね、障害年収に近い、あの、非常に、あの、高価な試験になりますし、まあ、外装性に関してもいろいろ、今、改定、S1 の改定が行われまして、議論されていますけども、これをあえて実施しない方向で知ってくださいという記述になっています。で、逆にですね、こういった長期の独性試験で、えー えっと、MOA に反しまして、全眼病変が出てこなかった場合、脳の場合ですね。これはどういう、えっ、ー、と、これはどうしろかと言いますと、えー、この場合でも、眼原性をしない選択ってのはあり得ると。で、その場合にはその代わり、添付文書で、えー、添付文書でちゃんと警告をしてくださいよ、というふうになっています。で、そこで、脳、えー、の場合に、次に、えー ここは申請者の自主性によりまして、2年間の眼限試験をここで初めてする価値、場合もある、あると。で、ここで2年間の眼限制を試験を行いまして、もしも、ここの結果がネガティブであった場合には、これはですね、MOA からは予期されたけれども、えー、長期独性試験でも、そしてまして、眼限試験試験でもそれは認められなかったということで、 えー、添付物書での警告レベルを軽減する、ミチゲートするということができるという選択肢があるということになります。で、逆にですね、えー、元元性をするという、した上で、元元性がやっぱり出てきてしまったという場合には、やっぱり、えー、添付物書で警告してくださいということになっています。で、これが、あのですね、プロモーター合性があると懸念される場合の話、話でありまして、今度逆にプロモーター合性がないと、 むしろこちらの方が、えー、ほぼ、あの、ほぼ多いケースだと思うんですけども、そっちの場合はどうなるかと言いますと、こちらの場合にも、えー、まず元元性をしろとはなりませんで、その代わり、えー、長期の毒性試験の中で、ま、いろいろですね、いろいろなバイオマークを加えたりとか、非常に一生懸命、あの、全癌病変を、あの、拾う努力をしてくださいということが書かれております。で、その上で、もしも、 全癌病変が長期毒性試験で認められなかった場合には、この場合には MOA からも予測されない。そして長期の毒性からも予測されなかったということで、この場合にはもう添付文書で、えー、警告を発する必要はない。で、それに対しまして、えーえー、と、全癌病変が出てしまった場合には、えー、でも、 がん元性をしなかった場合、しなかったとすると、それは添付文書で警告する必要がある。ですけれども、ここでん元性試験をあえてするという選択も申請者の実践によって取られまして、ここでん元性試験が、元元性が認められなかった場合には、ここの長期独性試験では、 全顔病病は認め,ら認められましたけれども、元元性試験ではそれが認められなかったということで、えー、あの、添付文書での警告レベルを軽減することはできる。ですけども、ここで、えー、認め、あの、元元性を試験をして、元元性が認められた場合には、やはり、えー、添付文書で、えー、警告する必要があるということで、ここのパート2の元元元性の え、記述は非常に複雑で、え、解読は困難になっていますけれども、え、一言で言いますと、え、ここはですね、元元性をまずするという選択、従来の選択肢ではなくて、え、MOA に照らしまして、え、元性をするかどうかを申請者自身の実践に任せると。で、もし、え、元元性の試験をあえてして、ネガティブの結果が得られた場合には、 けん添付文書で、その警告レベルを軽減する権利が生じると。そういうような、ああ、内容になっております。で、あの、これ SQ との、えー、重複分が生じるというふうに申しましたけれども、えっ、ー、と、抗がん剤であり、えっ、ー、と、バイオ薬品の場合にはこの3階建ての構造になりまして、えちょっと違った理解になります。どういうことかと言いますと、えー 二三年間の、ええー、あれですね、えっ、ー、と、余命が期待できない場合ですね。できない場合には、もはや、ん、え、原、ー、性は必要ないと。それに対して二三年間の余命が期待できる場合。で、なおかつ、ええー、と、あれですね、えっ、ー、と、元原性が予期されない場合には、もう、もはや、はりん原性試験は必要ないと。それに対して、 えー、元原性が、そう、えっ、ー、と、よ、えー、えっ、ー、と、2、3年以上の余命が予期されて、なおかつ元原性が、えー、予期される場合には、元原あの、バイオ薬品といえども、あの、元ん性が必要だと。そういうような内容になっております。で、生殖発生毒性試験ですけれども、えー、これはですね、えー、スタディワンツー 1, 2, 3というふうに3つに分かれておりまして、えー、 ご存知の通り、スタディ1の方は受体能、それから初期肺発生。そして、スタディ2の方はセグ2、3と付けた PPND 試験となります。そして、スタディ2、3の方は、最も重要な試験と考えられてまして、えあれですね、再帰形成を、え評価するためのセグ2試験となっています。 で、これが最も重要な試験と考えておりますので、えー、この試験だけはラットに加えまして、ウサギも求められています。それに対しまして、スタディ1とスタディ2の方はラット一周で、えー、いいというふうな記載となっております。で、ガイドラインの組み合わせとしましては、S6 と、s 六と S5 の組み合わせとなります。で、求められている内容といいますのは、えー、スモールモレキュル塗装は変わりません。例えば、えー バイオ薬品でありましても、最終的には、この study3, セグ、あの、e、EFD 試験ですね。これは、ウサギに、ラットに加えまして、ウサギも使いましょうということになりました。他に関しても、それほど変わりません。ですけれども、え、なんと言いましても、これ、前の演者の、ドクターコーニーの話もありました通り、ウサギもラットも、レレバントな動物でない場合っていうのが、しばしばバイオ品にあります。そういう場合には、 え、スロックガイドレーンには、この E の PPND 試験というのは一つの選択肢だというふうに書かれております。この E の PPND 試験と言い,いますのは、え、この EFD とそれから PPND ですね、あの、SEG2 と SEG3 の両方の時期を合わせて評価しようと。普通の PPND 試験をもう少しエンハンスとした試験なんですけども、 え、試験デザインはですね、えーと、妊娠したカニクイザルの、えー、妊娠後受、受精後、20日目から投与を始めまして、出生まで投与を続けるということになります。それで通常であれば、 ここで、えー、認あの、低王切開ですね。シゼリアンセクションをしてもいいところなんですけども、ここの E の PPND 試験では低王切開はしませんで、その代わりに、外からの、例えば X 線を使ったあ骨格検査、そういったもので対応しようということになります。で、しかも、この E の PPND 試験と言い,いますのは猿を用いておりますので、あまり、えー、他のラットあ、もしくはウサギの試験と比べまして、そんなに、えっ、ー、と、お 多くの引数を使えるわけでもないと。そして、えー、容量段階と言いますのも、えー、しばしば一段階にとどまると。で、それでもいいというふうにガイドラインではなっておりますので、リスク評価っていうのはなかなか難しいんじゃないかと。ハザードを、有害性を同定するには用いるという記述となっております。ということで、あのー、ガイドラインには一つのサジェスション、提案としては、この EPPND の実施も考えられるというふうに思ってますけど、えー、例えばラットとかウサギを、 が、使えない場合、それらがレレバントでなってば、ない場合に、必ずこの EP、E の EPPN、e、試験をやれというような記載にはなっておりません。えー、で、次に、この Z 軸の話に行きたいと思います。で、この Z 軸と言いますのは、冒頭で始めましたとり、えー、申し上げましたとおり、臨床開発に照らしました、えー、その、 死人症安全支援試験の実施タイミングを記載したガイドラインでありまして、えー、ございます。で、Z 軸というふうには申し上げましたところ、申し上げましたけれども、現状でこの Z 軸に、えっ、ー、と、乗っているガイドラインというのは一つしかありません。ということで、この非常に、あの、今までのは、えー、短冊型の配置だったんですけど、これはもう本当に動物の、えー、カゴみたいな、ケージみたいな、えー、配置になっております。 で、ICHM3 というのがそのガイドになります。で、今までの X 字と Y 字の理解に合わせて、この M3 を配置しますと、こうなります。つまり、ここの、例えば、一般独製試験であれば、このバイオ薬品であれば、S6 と S4 の組み合わせで、この一般独製を考えております。 で、そこにタイミングまで含めて考えようということになりますと、ここに合わせて、えー、M3 を合わせて形で、えー、合計で S6, S4、そして M3、この3つの、えー、組み合わせで、バイオ薬品の、えー、一般毒性そしてその実施タイミングを考えると。ちょっと複雑なんですけども、こういう理解になります。 で、この一般毒性試験はどうすべきかということになりますけども、この M3 ではこう書いてあります。つまり、えー、反復投与毒性試験であれば、次に予定されている臨床試験、それよりも基本的には長い時期、期間の反復投与毒性試験を実施するようにと、そういうふうな記載になっています。そうではありますけれども、えー、ここも、 スモールモレキュルに比べますと、ディスカウントがございまして、えー、繰り返しになりますけども、スモールモレキュルの場合には、ノンロードエントの場合には、最大、えー、臨床試験を開始するにあたっても、それから、昇進申請にあたっても、9ヶ月の、えー、反復与毒性が求められるんですけども、えー、バイオ医薬品の場合には、6ヶ月で十分だということになっております。ここもですね、あの、実は、 えっと、ICH の、まあ、当時はあの3局、日米欧の3局だったんですけども、えー、なかなか意見のつばぜり合いといいますか、対立がございまして、えー、日本と欧州はあの6ヶ月でいいというふうになってましたけども、えー、FDA がこの反復投与毒性試験、特にヒゲ種類の、えー、試験期間というのを長く設定し,し,したいという傾向がございまして、 まず、スモールモレキュールでも、まずですね、9ヶ月じゃなくて、1年間とか10ヶ月をやれと。それから、バイオ医薬品でも、9ヶ月は必要なんだと言ったことはですね、あの、ステップ4の最後の最後まで、あの、FDA の人たちがだいぶ頑張っていました。ですけども、だいぶ我々、あの、欧州と我々は、それはちょっと行き過ぎなんじゃないかと。もう、あの、毒性試験を、の結果を、もう一回見直してですね、 あの、6ヶ月から9ヶ月、ヶ月になるに従って新たに認められた、あの、ライブ薬品で認められた、えー、初見というのがあるのかといったようなことを、えー、と、あの、質問しましたところ、特にそういったことはないということで、6ヶ月になったというような経緯がございました。で、次に生殖発生毒性ですけども、えー、これは S6、S5、そして M3 の組み合わせになりますけども、話はですね、 今後行われる、予定される臨床試験に、妊娠可能な女性、女性が含まれるかどうかで話は違ってきます。で、まず一番目、妊娠可能な女性が臨床試験に含まれないという場合には、えっ、ー、と、接、え、触、ー、発生毒性試験を実施するにしても、それはあ、承認申請まで、基本は承認申請まででいいというような記述になっております。それに対しまして、 妊娠可能な女性、これが臨床試験に入る場合、ってのは、ぐっと、生殖発生毒性試験を実施すべきタイミングというのは早くなります。特にですね、この避妊ですね、あの、避妊の仕方にも方法いろいろあるんですけども、避妊を全く臨床試験で実施しないという場合も考えられまして、この場合には、もう一層に入る前に全てのセットの生殖発生毒性試験を 完了すべきだというふうになっております。まあ、これはある程度当然なんじゃないかなというふうに思います。で、それに対しまして、否認を臨床試験の中で行うという場合には、このように変わってきます。で、スタディーワ1受体の試験ですけれども、この場合には、えー、第3相試験の前までには完了してくれということになります。ただし、これにも、ちょっと条件、えっとな、なぜかと言いますと、えー、えっ、ー、と、なぜ送られす、 といことができますかと言いますと、これは多くの場合には、反復投与毒性試験の中の生殖器に対する病理、えー、組織検査、これにもって一層、2層までのところは入ることができるんじゃないかということで、3層まで送られせるというようになっています。で、このスタディー2はあーです、ね、承認申請までということでいいんですけども、スタディー3、EFD 試験ですね、受胎の試験は、これは一 一般、あの、抗体以外のバイオ薬品であれば、えー、酸素に入るまでに、えー、完了してくれというふうになっています。ですけれども、抗体であれば、えー、これは承認申請まででいいというふうになっております。これはなぜかと言いますと、これも S6 ガイドラインに書いておりまして、抗体の場合には、えー、対盤通過性っていうのは、それほどは想定されないと。FC レセプターを通じて、えー、少し、 通過すると、対バンを通過するというような意見もあるんですけれども、他の、それ以外の、えぇ、ー、バイオ薬に比べれば、それほど想定されないということで、えー、この M3 ガイドラインには、抗体であれば、この、第酸層と並行して実施すると、承認申請までの完了でいいということになりました。で、ただしですね、これは、第3層実験ってのが、えー、っと、 相当な、あ、すみません。ちょっとこれは複雑になるんで省きたいと思います。うん、で、次に、えー、the first in human calculation ですね。これについても、えー、現在 ICH ガイドラインっていうのはございません。今、あの、少しなんか議論が始まっているようなんですけど、まだトピックスとして始めようという話はございません。で、その代わり、この M3 ガイドラインに、えー このバイオ医薬品も含めました簡単な記載がございます。で、ここでは、えー、何回も、何の演者からも説明しましたと、大きく分けまして、ノアエルを用いた方法、それと、マーベルを、あメーベルを用いた方法、二つございます。で、ノアエルを用いた場合には、えー、これはいくつかの方法がありますけれども、えー、ファーマコキネティックモデリング、 を用いた方法とか、あるいは体表面換算を用いて、まず HED ですね、えっ、ー、と、Human Equivalent Dose を、えー、用いると、えー、求めると。その上で、えー、まあ、適切な安全性をかけて、えー、初回容量を設定するという方法になります。ですけれども、それでは、容量として高すぎると。それでも、えっ、ーえー、と、TGN1412 のような深刻な、えー 副作用事故が起きてしまったということで、より低いメーベルを設定しようと言ったようなこともガイドラインに書かれております。で、このノアエルとメーベルの比較なんですけれども、これは同じ薬品の、えー、薬理学的容量の立ち上がり、そして毒性薬、毒性反応の立ち上がり、この二つの異なる反応を同じグラフに示した、えー、ものなんですけれども、 薬理学的、あ、毒性学的要領いうのはこのぐらいの要領で、えー、立ち上がっていくんですけども、薬理学的要領っていうのはもっと早い、低い要領で立ち上がってくると。で、ここ、先ほど言いました、この TGN1412 事故と言いますのは、このぐらいのノワイルを用いた、ここぐらいの要領で、えー、起きてしまったということで、より低い 要領、この薬理学的要領を用いて、えぇ、ー、あの、初回要領を設定するべきだというような考え方が盛り込まれております。じゃあ、このメーベルっていうのは具体的にはどういう方法が考えられるかといいますと、具体的には、えー、需要体占有率ですとか、えぇ、ー、X 微房の人組織を用いた方法、あるいはインビトロ、インビボーの動物モデルを用いた方法、あるいはもうもっと えー、あの、情報がないには文献的な情報も捉えるということになっております。えっとですね、あの、一応ここで、区切って、まあ、あの、時間が余った時のためにこういったようなケース,スタリーも、えー、用意はしてきてはおるんですけれども、ま、まずはここでですね、あの、ご質問をお受けいたしまして、えっと、そ次第でこれはやるかどうかということにしたいと思います。 えと、まず、あの、ここで何かご質問等あれば、いかがでしょうか。どんな初歩的な質問でも、あの、内容が大事。